7600cc の脂肪吸引ができました。今日はですね、太ももとお尻と膝の脂肪吸引なんですけども、この方実はリピートのお客様で、過去にですね、二の腕の脂肪吸引をやっております。こちら見ていただきたいんですけども、今回ですね、今ここ、太ももの表ですね、太ももの表になるんですけども、この前にですね、太ももの裏側の脂肪吸引を終えておりまして、太ももの裏側の脂肪だけで今のところですね、3100cc の脂肪を吸引できております。今からですね、この表側の太ももの脂肪吸引をするんですけども、その脂肪を使って、こちらですね、おでこですね、ここのおでこ。ここにですね、自分の脂肪を入れて盛り上げていくっていう手術ですね、をやっていきたいと思います。まずは、ベーザーをかけながら、太ももをですね、しっかりと吸っていきたいと思います。レーザー波を太ももにかけているシーンになります。この動画の最後に、この方の体型に似た太ももの脂肪吸引のビフォーアフター、おでこの脂肪注入のビフォーアフターの写真を載せてますので、ぜひ参考にしてみてください。たくさん脂肪がついている方は、脂肪は凝り固まっていたりセルライトになっていたりしますので、しっかりとレーザー波をかけてその脂肪を溶かしたりほぐしたりして脂肪を吸引することがとても大切になってきます。この方実は過去にですね、二の腕の脂肪吸引をやっております。で、1回単位で二の腕と肩の脂肪吸引で 600cc 脂肪が取れたんですけども、あまり満足されなかったということで、私のところに来て二の腕と肩と上背部ですね、あとふくらはぎの脂肪吸引をして、ふくらはぎで 600cc、 二の腕と肩と上背部ですね、取り残したところを含めて 1400cc で、それですね、2000cc ですね。なので、2600cc の脂肪吸引できていることになります。これからしっかりと吸っていきたいと思います。よく聞かれる質問として、太ももの脂肪吸引ではどのくらいの脂肪が取れますかという質問が多いです。太ももの脂肪吸引で吸引できる脂肪の量は、だいたい 2000ml から 3500ml となります。ただこれはあくまでも目安でありまして、身長や体重、骨格やそもそものついている脂肪の量によって吸引できる量っていうのは異なってきます。そしてものすごく脂肪が吸引できる方でも、1回脂肪が吸引できる量が安全上決まっておりますので、最初のカウンセリングでかなりたくさんの脂肪を取ることができる方は、1回目は太ももの裏側、2回目は太ももの表側みたいに、太ももの脂肪吸引の手術を2回に分けて行うこともあります。例えば脂肪吸引で自分の脂肪を取った後に、その脂肪を捨てるのはもったいないって方は結構いるんですね。で、その脂肪をさらに自分の他の部分に注入して、この脂肪注入の性質ですね、例えば包丁だったり、あとは顔の例えばおでことかこめかみとか、そういったところがとても人気の性質になってきます。なので今回のリピーターのお客様はですね、自分の太ももの脂肪を使っておでこに入れて、でおでこのその丸みを出す性質を行っていきたいと思います。そしたらですね、今太ももの表側の脂肪吸引が終わりました。太ももの裏側で 3100cc ですね。で、太ももの表側で 1900cc ですね。で、合計で太ももと膝とお尻で 5000cc の脂肪吸引できたことになります。今ですね、吸引できた脂肪をですね、こんな感じで全身分離器にかけて、まあいい脂肪だけにしたんですね。すごく質のいい脂肪だと思います。で、これをですね、細かくおでこのところに注入していきたいと思います。こんな感じですね、すごく細かく脂肪を注入しながら入れることによって、ぼこつきとか、そういったのはなくなるのかなって思うので、すごく細かく丁寧に注入していきたいと思います。今ですね、真上から見ても、膨らんでると分かるんですけども、真横からも見ていただくと分かると思うんですけども、ここにですね、しっかりとここのところが、丸みを帯びているのかなって思います。こういう風におでこが膨らんだのかなって思います。結構ね、たくさん入れたとしても全部が全部定着するわけではないので、多めに入れといて、で、しっかりと定着すればいいのかなって思います。で、定着するためには一緒におでこにボトックスを打っていただくと、より脂肪の定着率とかっていうのは上がりますので、ちょっと参考にしていただければいいのかなって思います。
本日はですね、リピーターのお客さんですね、以前ですね、二の腕の脂肪筋で満足されなくて、二の腕と肩と上背部ですね、とふくらはぎの脂肪筋をした後に、今回ですね、太ももの脂肪筋をしまして、今までですね、二の腕で最初の手術が 600cc ですね。で、2回目の二の腕の修正とふくらはぎで 2000cc ですね。で、今回ですね、合計で太ももの裏側と表側を合わせて 5000cc ですね。なので、全体で 7600cc ですね。7600cc の脂肪吸引ができました。この方はですね、身長160センチで、体重が70キロの方の30代後半の女性の方です。今回ですね、こういうふうに、リピーターのお客さんで、たくさん脂肪が取れる方もいますので、たくさん取れた脂肪をおでこに入れて、再利用とかして、他の部分ですね、若返らせたり、きれいにすることもできるってことをお伝えいたしました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援お願いいたします。そして何か質問とかありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。